おはようございます。さあ水の旅をご覧になっている皆さん、今回はちょっと特別編です。何が特別かと言いますと、まあ多分このチャンネルをご覧の皆さんきっとバス釣りがメインだと思います。まあ何をするにもですね、仕込みとかね、種まき、これ必要ですよね。まあそれは後で説明するんですが、そのために今日はね、種まきに来ましたよ。こちら、長野県のね、平谷村にある平谷湖フィッシングスポットさん、はい、お邪魔してます。さ あ, あまあまあ皆さん釣りするから分かってると思うんですが、管理釣り場でございます。今日はですね、ゲストを呼んでましてね、もう2年ぶり、だいぶぶりになっちゃったね。はい、ということでお招きしましょうか。とりあえずは今日はね、その方に釣っていただかなきゃいけないんでね、お呼びします。信州ご当地タレントのなるみちゃんです。はい、こんにちは。おはようございます。久しぶりやね。ご無沙汰しちゃってね。いやいやいや、もういや、ほんとね、ほんと何年ぶりなんですよ。はい、ただ会うのはですね、1年ちょっとぶりぐらいかな。言っちゃう？まずちょっとね、実はワカサギ釣りに行きましたよね、我々ね。我々が出会った。そうですね、あの木崎湖、長野県の木崎湖というところでワカサギ釣りをしたんですが、コラボロケをしたんですよ、去年ね。はいはい、がしかし、申し訳ない。大変申し訳ない。申し訳ない、本当ね。あ、いやいやいや、うん、まあまあまあ、まあその時のね、ちょっと画像はこちらでございますけれども、はい。はい、ということで皆さんにもお届けできなかったということで、はい、今回リベンジマッチなんですが、僕普段ブラックバスを釣ってると、はい、メインで釣ってると、そうですよね。で、なるみちゃんにもいつかブラックバスを釣ってほしい。はいはい、っていうところがあって、はい、今回は、だから美味しい料理をするにも仕込みが必要だし、ね、綺麗な花を咲かせるのにも種まきが必要なわけですよ。水やりが必要なわけですよ。この顔になるにも1時間半前に起きて塗りたくらなければいけない。はい、でもですね、集合15分前には着いてましたね、今日ね。はい、大丈夫、時間厳守、さすがでございます、本当にね。はい、ということで、じゃあ今日これ何をするかというと、来年なるみちゃんにブラックバスを釣るために、はい、ここでまず、ルアーフィッシングに慣れていただくというか、体験していただくと。練習でございます。はい、信州ご当地タレントなるみちゃんということでね、はい、まあいろいろ考えたんですよ。うん、でもいきなりミミズ触れとかね、さすがにできないだろうと思って、全然できる、ね、いい、ほじるよ、ほじるとこからやりますよ。そこらへんいそう。いや、待て待て、いやいや全然大丈夫。ほじる？ほじります、ほじります。触れるの？全然がっつり。あ、ちぎったりとかできる。ちぎる。ちょっと待って。ちょっと集合。いや、ちょっと段取り的にはね、触れないっていうのもイメージしてたんだけど、触れちゃう人。全然。あ、触れちゃう。あ、わかりました、わかりました。はい。触れるみたいですね。水野はもしかしたら、なるみちゃんは、まあ、池餌がね、ちょっと苦手かもしれないということで、まあ、ルアーフィッシングなんで、餌を使わないんでね。まあ、じゃあ、ということで、平江子さんに今回お世話になるということで、ここを選んだんですが、餌も触れるということは、まあ、今後の展開としてはね、コラボの幅がさらに広がるということで、はい、楽しみにしておりますが、はい、ぜひぜひ。今日はじゃあ、頑張って、釣りましょうか。はい、そうですね、はい、はい、ちなみにこれがですね、なるみちゃんの方のなるみチャンネルと、コラボになってまして、はい、前半水野がお送りする水の旅でお送りします。後半なるみちゃんがどんな感じに浄化が仕上がるのかっていうところは、引き継ぎますのでね、はい、なるみチャンネルの方に、はい、ぜひ皆さんこの後、ご覧いただければなというところです。じゃあもうね、釣りしたくてうずうずしてるんで、はい、行こう、はい、行きましょう、はい、ということでよろしくお願いします。お願いします。餌触れるのは予定外だったね、うん、完全にね。これマジで動物の森のレベル。いや、そうね、ほんとね、黒い影めちゃめちゃ見える。まさにそんな感じなんですよ。
まあ、多分釣れると、頑張ったら釣れるし、釣れると思う。跳ねてますよ。跳ねる跳ねる。朝はちょっとテンション高いから、まあ、投げるところも含めて、はい、まず練習をしようと、うんうん、いうところですね。はい、さあまずね、はい、いっぱいルアーってあるんですよ、うん、いきますよ、うん、じゃじゃーん。まあね、種類形いっぱいあるんですよ。これは浮きだね。これは浮きだったけど、はい、これは違うけどね。え、こんななんか魚が魚をめがけるんですか。うん、え、びっくり。もっと虫なんかバチャバチャみたいなやつかと思う。そうそうそう、それっぽいのも確かにね食うんだけど、はい、全然こういう魚っぽいのも、ニジマスって結構魚食べたりするから、そうそう。え、なんか普通に石みたい。石だね、色もね、石っぽいね。石みたい。どれがいい？あんまり遜色ないかもしれないけど、どれがいいとか。え、なんかこの緑の点が。ああ、オッケー。じゃあ真ん中行きましょうか。はい、はい、これ行きましょう。いくらぐらいするの？おばちゃんすぐ値段。そうだね、そうだね。おばちゃんすぐ値段。千いくらやろうね。千ぐらい。そう、結構。そうなんだ。ちょっといい店のラーメンぐらい。確かに。すっげえわかりやすそうな。確かに。確かに。安いラーメンじゃダメだ。そうだね、確かに。こういうやつもあるんですけど。え、待って、なんか。そうそうそう。ゴールドとかいるんですけど、あれ。ゴールド。あれがいいです、私。あれを頑張って釣ろうよ。あれがいいです。あれがいいです。はい、金がいいです。なんか金上がりそうです。金上がりそうだね、あれ。はい、あれでお願いします。あれ欲しいね。はい、これまあ投げ方を今から教えるんですが、はい、こう投げて、はい、まあ、着水しますよね。で、すごいった。そう。ちょっと投げるだけで。はい、あえてね、見えるかな、お尻を振るのよ、はいはいはい、プリ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 って。すごい、なんか寄ってきてる寄ってきてる。そう、寄ってくるのも見えるね、この感じだと。お尻を振るでしょ、こう、はい、あんまり寄ってこないかな、わかんないけど。そう、これで興味を寄せて魚を釣るみたいな感じ。だこれだと全く泳いでない、ただのプラスチックになっちゃうから、はい、このリールっていう糸巻き機をこうやって回すことによって、こうちょっとこうね、命が宿る感じですよ。すごい、これがテクニックですね。技です。技はね、ほとんど巻いてるだけだから大丈夫、大丈夫、全然大丈夫。全然できる。できる、できる、絶対できる。で、じゃあこのルアーを投げますっていうところから、はい、スタートします。まずは右手で、はい、右利き？右手で投げる。ドッジボールとか。テニスとかも右で振る感じ、はいはい、ですね。中指と、はい、薬指の間に、はい、このリールの付け根、はい、をこう挟みます、はい、わかりました。挟みます。糸が出てく状態にしておいて、でも人差し指でロックしてます、はい、だから糸は出ていきません、はい、この状態でこうちょっとこう素振り、耳の横をそう、はい、かすめる感じで、はい、ちょっとさ、もっと後ろにね振っちゃっていいよ。これぐらいまで振っちゃってよ、これ。そうそうそう、これぐらいまで、これぐらいまで振ってもらって、竿がこれぐらい、10時ぐらい、10時、11時ぐらいまで来た時にこの糸を持ってる人差し指をパッとタイミングよく離すだ。はい、今上さん。そうすると前に飛んでいくんで。わかりました。よしやん、ちょっと入りそう、私。いいよ、大丈夫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 。だからこんな感じね。引き込まれそうになりました。タイミングよくね。よし、どこ行った？いいんじゃない？どこ行きました？いいんじゃない？大丈夫、大丈夫、大丈夫だよ、はい、で、今糸出てます状態、はい、で、この状態だと負けません。なったら、ね、まずパチンと倒します、はい、はい。これでもう負ける。で、ちょっと巻いてきて、ぐる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 。いい感じ、いい感じ。なんかちょっと重い。重いでしょ、はい、ルアーが動いてますよっていうのが、こう竿先見てるとブル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 ってなるんだけど、しっかりお尻振ってる時は、そう、あ、待って、今惜しかった、え、食ってるでね、同じスピードで常に巻き続ける、はい、ほら、落ちてきてる、落ちてきてる、同じスピードで巻き続けるのが大事。落ちてきてる、落ちてきてる、見る、見える、見える、おしゃおしゃおしゃ、惜しい、惜しい。で、手前まで来たら見てるよね、下の子もちょっとこう目線が。で、また竿先10センチくらいまで、まあ、この辺まで来たらあんまり釣れることは、すごい、ないから。釣れると思ってた。そうでしょ、残念。や
は賢いんですよ、なかなかね。そんなに甘くはないんですね。初めてのルアーフィッシングですから、はい、記念すべき第一投は惜しくもでしたが、そうね、あ、でもそう、キャストは良かった、めちゃくちゃ良かった、うん、めちゃくちゃ良かったんで、あ、全然良くない、どこ行った、いや、やった本当ありがとうございます。あとはもうこれの繰り返しなのよ、そうで、ルアーによってなんかこうまた動かし方が違ったりするから、基本今のついてるルアーはこんな感じ、もう常に一定に、とりあえず、あ、来てる来てる、くれ、うわ、惜しい、いけ、来た、負け、惜しい、今分かりました、今来た、いけ、来た、負け、今は来ましたね、今来たね、竿に来たね、はい、ブルブルブル、それでございます、今のが当たりと言います。ただ魚もこう一瞬だけこうつまんだりするだけの時もあるから、はい、針にうまくかかんない時もあるから、あ、そう、そうですね、やってほしかったね、やってほしかったというかね、やっときましたね、ここでね、はい、ちょっと話すタイミングが遅れると今みたいにね、この早すぎると今度こうすごい天ぷらみたいになっちゃうから、そう、小久保選手のね、ホームランね、レフトスタンドのあの感じ知らないかな、誰もね、監督になりました、そうだね、本当だね、そうだね、負け負け負け、巻いて巻いて、ぐるぐる巻いて、ぐるぐる、ぐるぐる巻いて、ぐるぐる巻いて、ぐるぐる、もっともっと頑張って、いや、マグナストップ、マグナストップ、あっぱいよだれ垂れちゃった取りました、来た、やったー、来ただ、やったー、すごい、結構大きい、結構いいサイズよ、どうこれ、うわ、嬉しい、来ました、来た、取れました、来たよ、こっちのこの顔、なるみちゃんの顔よ、やった、来た、取れました、ちょっとね、あの準備してて、はい、全然見れてなかった、しくったよこれ、大失敗したよこれ、全然よそ見してたよ水野、いやいや、記念すべき、どんどん投げてと思って、どんどん投げた、そうだね、いや、来てるやん、もうちょっとじゃあ竿を、はいはいはい、と出して、はい、ちなみにここは今、はい、エンジョイポンド、エンジョイエリア、その先にはですね、エキスパートエリアっていうのもあったりするらしいんで、あ、すごい、その難易度的に言うとどういう感じですか、まあエキスパートなのかもしれないね、あの、しかもあと大きい魚がいる可能性もあるんで、そう、ちょっと種類が違って大きい魚がいる可能性もあるんで、何匹かこの辺で釣ったらば、はい、エキスパートポンドに行くっていうのも大いにあり、むしろやっときたいみたいな、あ、むしろ、いけ、うわー、うわー、お前、いけ、いけ、すごい、まだいける、うわまだ、うわー、一投目とか一番怪しいからね、新鮮だね、そう、目先、来ました先輩、待て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 、くる、竿立てて巻いて、少し立って、はい、あ、バレたか、待て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 、重いっす、 OK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 、 見られたかも、大丈夫、ついてる、ついてますか、ギューッと、もっと巻いていいよ、ぐるぐるーっと、あー、ちょっと泳いでるじゃん、あ、待てた、いただきました、ありがとうございます、ありがとうございます、見えましたよね、見えましたね、映りました、ウィンクして逃げてきました、そうだね、グッバイっつって、一投目だったね、あ、でも本当にだからまたちょっと目線を変えると、はい、また反応が変わるんですよ、さすが、うん、ちょっと色が違うだけなんで、やすやしいまー、ところで、長野県民の人は結構虫を食事で出てくるっていう話は本当だったりするの、あれ、めちゃめちゃ本当ですね、あ、めちゃめちゃ、そうなんや、やっぱり、うん、人によるんですけど、あ、なるほど、本当に、個人差あるんですけど、うん、
私はもう大好物。大好物。はい。もう田んぼの時期になったらイナゴを一緒に取りに行って、それで煮詰めて。イナゴ、イナゴを煮詰める。はい。甘く煮て、はい、それをどうそのまま食べる、ね、そのままやっぱ甘辛い感じのね、はい、そのままいきます。あとご飯の上にご飯の上だってマジ最高。ご飯の上に乗せるの。そうそう、はい。あと一番好きなのが蜂の子。蜂の子もそれはもうめちゃめちゃ家の庭とかに蜂の巣できるんで、あの足長蜂の幼虫とかをもうブチブチって自分たちで。あ、だってさ、幼虫ってかの巣穴の中でさ、はい、もうひょこひょこしてるやん。はいはい。あれを取って、そのままパック刺しでみたいな。え、ちょっと待って、おかしい。ちょっと一旦ストップ。待って、蜂の子はどうなんの？その、ウニウニしてるやつを、はい、まあ、ピンセットかなんかでつまんで、手でつまむ、はい、うんうん。ピンセットも使わない、うん、使わないよ、あんた。そのまんま、刺し、はい、踊り食いです。もう、生食。おー、背筋が。クリーミー知らん。でも、あの、バター醤油とかで、ちょっと焼いたりとか。あ、まあまあ、そっちにしてほしいわ。そっちにしてほしい。だから、ね、僕はそうして、刺しはちょっとまだ。いやー、美味しいですよ。美味しいの。刺しの良さがあって。はい。でも、もう本当に一番超好きなのは、カミキリムシの幼虫。ちょっともう本当にもう全然言ってる意味が。これは多分あのマジでおごっそ。もう本当に木にいるかいないか、いないかみたいな。貴重な存在なんよね。木切るときに、なんか出てきたら、カッパエビセン、マジで。こんな太くて。でもあの、これ人差し指ぐらい。そんなでかいの？はい。これがもう全部。カミキリムシの幼虫？ウニウニしてて。それはそのまま食べないよね。さすがに。それは焼きます。あ、それ焼くの？はい。めちゃめちゃもうエビ、超エビ。いやエビちゃうやん。こんなんなわけでしょ。そうです。太さもこれぐらいもんね。あります。もうパリッみたいな、ジュワッみたいな。エビ。はい。めっちゃ美味しい。それは本当に多分なかなか食べる人いないと思うんですけど、一回食べちゃったらもうやめられない、止まらないになっちゃうんですよ。いや、なんかの CM やそれも。ますね。だからなんか海外とか行ってタランチュラとか食べてみたいんですよ。やってみたい。なんかまあまあまあそうね。ワニとか。ああ、まあ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 、まあ、確かにね。ヘビは意外と美味しいっていうじゃないですか。あのカエルとかもね。カエルだけダメなんですよ。カエルダメなんや。カエル触れないんですよ。うわ、わかんねえ、そこの境界線わからん。分かりにくい。そうなの。ノットカエル。カエルはもう最悪。あ、そう。だけどカミキリムシの幼虫は最高。でカエルはもうあ、ダメじゃん。全然分からんわ、その境界線。まだ理解できんけどもね、はい、まあそういう食文化がね、長野県のところにあるんですね、はい。まあ、ちなみに水野は岐阜県で、お隣の長野県ね、はい、活躍中なんでね、なるみちゃんはということで、まあ岐阜には、あ、岐阜にもあるんだけどね、厳密にあるんだけど、水野家には意外とそういう文化は今までなくてですね。まあだから一回あれだね、来年のチャンネルは、はい、あ、じゃあ私もそれ系持ってきますね、お土産で。そんな量いらんからね。いやもうちょっとだけで生きてる。いやマジでいいよね。最高っすね。おごそうだよね。はい、おごそう。今の会話に別に違和感がないです。さすが。カメラマン長野県民です。いやマジ、あ、そうだね。僕はそんな食べる方じゃないけど、おばあちゃん家行って、机の上にイナゴが置いてあろうが、もうイナゴだみたいな。もう感じ。そのぐらい。ほんと、はい、まあでも一回ね、その試してみたいよね。やっぱり経験してみないとダメなんでね。はい、そうですね。はい、何これ、これで、ね、そうなの。ラムネみたいです。はい、それがいいんですか。何色がいい。からこの黄色。黄色、はい、OK。 こいつが今ちょっと重たいやつにしようかな。じゃあちょっとこう動かし方というか、さっきはリールを巻くっていうね動作だけだったけど、はい、ちょっと今度は違うみたいな。もうふわっと投げるだけで全然いいです。あれぐらいの距離感で全然いい。で今度はあれ沈んでいきます。本当だ。3秒から5秒、
待ったら下につきます、はい、で少し糸のたるみを取ってあげて U 字に水面までの糸が U 字になるところまで持ってあげて、はい、竿を10時ぐらいに構えます、はい、で10時に構えたらリールを、はい、こうね三角描くイメージ、この巻き方、ここの巻き方が、うん、ここで三角を描くイメージ、1、2、3、リールを見てもらうと多分これぐらい、はい、巻き方は一回かこうカクッカクッと止める感じ、わかりました。で竿はずっと固定、はい、このままで大丈夫、はい、おっきたほら、すごい今のカクカクやってると、あすいませんね、すいませんね、あ、大丈夫ですか、あ、よし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 、やった、すごい、これこそまさにお手本のような釣り方、このように釣れるというわけでございますね。そうです、そうです、わーっと全然投げれば大丈夫、まあそこでもチャンスはある。落ちたらちょっと待って、5秒ぐらい待ってあげるかな。そう、そっから十字に構えてリールをカクカク、待てよしよし、あ、暴れた、あ、本当だ、でもすごい上手ですね、あ、悔しい、もうちょっと、はい、もうちょっとだった、いける糸のたるみを取って、その辺からカクカクします、はい、カク来た、わー、巻いて、めっちゃ巻いてよしさあ、来てるやったー、来てるよ、並んできてる、来たー、お願いします、よしやんなー、ちょっとなんか小さいけど控えめサイズだけど、控えめサイズ、これブラウンか、ブラウンだ、ブラウントラウトっていう種類の、はい、ニジマスとちょっとまた違う魚で、違う種類、うん、やったー、ブラウンだね、ブラウン、やりましたー、やったー、ブラウンちゃんゲット、よかったー、やったね、よかったー、やったね、え、ほんと全然餌で違うんですね、今だからこれがいいかもね、いやー、うん、これがいいかも、これやった方がいいよ、これに差がいいと思う、ほんと俺のだからね、勝手に買うね、そうなので俺のだからね、いいんじゃない、 OK、まあ魚が食わないんだったら、はい、俺たちが飯食おうっていう、あ、どう、確かにもうお腹空いてきた感じ、そりゃなるみちゃんといったらもうね、米の年間消費量はもう日本で全国3位、分かんない俺かな、1位、俺結構食うからね、米大好き、うん、そう米大好きだから、ここはですねレストランがありますので、今日営業中みたいなので、まあ、せっかくなんでね、釣りも大事なんですが、飯も食いながらね、まあこの後ね、なるみチャンネルの方につなぎますんで、はい、ということで、まあ午前はねちょっといろいろ釣りつつ、基本的な部分もお伝えしつつね、こっからですから、こっから先はなるみチャンネルの方へお願いします。この後我々エキスパートボンドに行きますから、お願いします、あとよろしくお願いします。まずは食べるか、来た、待て、もう来てるんですか、待てもっと早く、うん、あー来たぞー、よいしょー、あ来たぞー、釣れてる、負けおお、来た、待てめっちゃ待て、竿立てて、来た、すごいでかいです、先生やったやったあれだけ水野が十字に立ててこうしてください、こうしてくださいって言ってたんだけど、全然そうじゃないやり方で食ってたこれね、うん、だからまあ正解っていうのはいっぱいあるわけですよ、そんなこともある、多々ある